しかったと思います、はい。まあ、これからのいろんな講座の前振りですからね、これからこんな風にいろんな面白いものがたくさん出てくる、まあ、その良き自己紹介のシンポジウムになったって感じがしましたね、はい、あ、そう言っていただくと思い出すことがいっぱいあります、うん、今日のこの多様性のセッションで、うん、ジャズセッションのようなことで生まれる新しいこととか、皆さん聞いて土佐を再発見する言葉がたくさんある、こういう風な組み合わせで、その多様性の組み合わせが他の講座も全部、作られているので、もう席が少ない講座もたくさんありますけども、とにかく逆に自分が興味を持ったことないなと思ったタイトルのものとかにも行っていただけたら、意外とそこには自分と共通する講師の人がいたりとか、そういうね、全部楽しめるようになっておりますので。桃子さん、なんでそもそもコーチ来ちゃったの？そんな好きなんだ、ね、コーチ、なんか自分の原点を思い出すんですよね。山を見ると山に走ってあーっと飛び込みたくなる。で、私酔っ払うと東京だと、うん、山がないから植え込みに飛び込む。だそれがやも大きいバージョンがあるから、うん、そういう気持ち、うん、海に飛び込んだり酔うとなんか植え込み飛び山に飛び込むらしいですけど、やりそうですよね、やりそう、そんな感じしました。さっきはなんでコーチなのって言ったら縄文だからって言ってませんでしたっけ。じゃあ同じことあ、そういうことです、はい、でも本当なんかエキサイティングな3日間になりそうですね、はい、もうね、はい、その他にもいろいろなコンテンツがあります。あの大宴会もあれ、それこそ明日の3日の日の夜ですけど、茂木さんもご参加いただける、うん、します。はい。まあ、高知といえば宴会ですから。そうです。もう世界的に有名ですから今や。世界的に有名。はい。世界的に有名な高知の大宴会が明日あります。はい、以上。一つ違った視点から自然の多様性ってことを我々どれが分かってるかっていう。バードウォッチング会ではビッグイヤーってのがあって、年間何種類の鳥を見つけられるかっていうコンペがあって、世界記録は6000何百種類なんですけど、皆さん鳥何種類分かります？蝶々何種類分かります？意外と自然って言っても我々実は自然の多様性をちゃんと分かってない。で、その問題って結局ね、人間の多様性も分かってないというか、こういう人もいるわけでしょ。で、こういう方もいらっしゃるでしょ。やっぱり、ね、自然環境問題ってのは多様性をどう我々がこれから扱っていくかっていう問題だと思うんで、これがね、やっぱり桃子さんがここでやろうとしていることとすごく関係してくるのかなと、うん、多様性、うん、まさにいいですか、ね、言っていただいちゃったので、そこからもういきますよ。発表というか、本当に改めて、あ、これいい流れできてんなと思った。それ最後に聞いてもらったことで、全部この今回のカーニバルの意味をもう一度改めて皆さんにお伝えできるなというところでございまして、はい、まあ、幸せに生きる土佐という大きいコピーがあるけども、実際クロージングシンポジウム、4日の日にあるのは田原総一郎先生いらっしゃって、受けた教授と高知大の私でやるんですけど、そこではまあその明日同時にブワーッといろんな知恵が集まって、いろんなテーマで話し合いが起きるわけですよね、講座という形で。それを、もう一度改めて翌日どんなことが出たかっていうのも整理しながらも話そうと。だってそこのゴールから、ゴールじゃないんですよ、だから4日のシンポジウムは。そこから高知の船が進むと、羅針盤の方向性が見えてくると。で、最初に話したその森林率っていうことで見ても、そこも切っても切り離せないし、逆に言ったら私、そう移住したポイント決めても、一つこれ後で整理し直してみるってそういうことだと思ったのが、自分たちがまさにこの自然あって生かされているという当たり前のことを頭で分かってても、こうブルガリア時代って全然こうそこが何て言うんですか、自分ごとにならないじゃないですか。で、自分ごとにしてくれた。で、本当に毎日ふと見ると山があり、で風、空気の入れ替わり、匂いも変わる。一日の中に市内にいても、あ、海の空気だ、あ、山の空気だって、そうやって生きることがその自然とともに生きる感性をもう一回思い出させてくれて、そこから初めてみんながエコエコエコとか、プラスチックダメとか、これはいけないっていうことをするんではなくって、その反対の表現をしたいっていう思いになったんです。それがカーニバル00で、今まさに世界のニュース見ててもデモ活動も必要、怒りをもとに発言するその熱い思いも必要かもしれないけど、そっちばっかりがフィーチャーされて、もっとみんなで未来を描いて、こういう未来に生き
孫の代から全てがみんながああ生きてるって最高だなっておにぎり1個で涙出るような感動と感性があったら多分自然は破壊されていかないじゃんっていうところを文化がやると。だからカーニバルわーっと楽しいことを描くっていうそれがあるんですというのを言いたかった。だから、エコとかこれからの温暖化とか地球の環境問題どう思うか、問題は答えがきっと一緒に合わせてあるから問題が出てる、その答えを感性で描いてみようっていうのが大きなテーマなんで、片手はそういう環境問題っていうのになるかもしれないけど、今回のカーニバルの大きなテーマとしては地球という一つこの星の規模感で土佐から見てみようというのもございます。なのでクロージングシンポジウム必ずいらしてください。